流卒の翼式、止め構成伝は、川原正都氏による日本の歴史漫画、月刊少年マガジンにて、2016年4月号から連載中。長寮を主人公とし、長寮の視点から幸運と流頬を描く。連載前となる月刊少年マガジン2016年3月号に、連載にあたっての河原のインタビューが掲載された。学生時代に、 柴良太郎の幸運と流法を買って読んで以来漫画の題材にしたかったと河原はインタビューで答えている。本作における人名、表記は式の記述を基本としており、鉄追も鉄槌と旧字で記述されている。ただし幸運、流法のように表記が一般的に広まっていると考えられる場合は慣例に従うことがコミックス五巻の著者後書きで記されている。 安田美音春は本作について時代交渉が正確であることを挙げている。中国古代史が専門で博士家庭まで行った安田の友人によれば、作中に登場する小物、登場人物の動作は裏付けが取られており、新軍の鎧デザインも近い時代を描いている漫がキングダムよりも正確とのこと。ただし、縦の裏側に角材が使われているように描かれているが、 この時代に、角材はなかったかもしれない、馬車の縦幅が、中国の戦国時代から出土した壺に描かれた馬車と、比べて長いというような不正確な点もあるが、こういった点を除いては、明らかな誤りは、少ないとのこと。また、日本の歴史漫画は、吉川英治や柴良太郎の小説のストーリーを、基本にしている作品も多いが、本作は静止である、式の、 止め構成化を基本として大胆なアレンジを加えている。時系列的に本作は、キングダム後、旗の中国統一以降を描いており、史実上の人物の挙手について本作がネタバレになるのではないかと心配する向きがある。真の始皇帝が中国を統一してから2年が経った、紀元前219年。古国である漢を滅ぼされた長領は、始皇帝を撃つという目的のため、 東方の番地、総会の村を訪れ、その途中で一人の赤子を拾い、鉱石と名付けた。村に唯一残っていた、若い男である旧機の協力を得ると、長領は準優中の始皇帝を、広老差で暗殺しようとするが失敗。辛くも始皇帝の追ってから逃れる。長領らは偽名を使い、下避に潜伏。凶格として、廃下となる者を増やしていた。始皇帝は病に倒れ、 旗帝国は計り事をもって、古外を二大皇帝に建てた李氏と長皇が戦後するようになり、国は乱れていった。陳賞、五皇の乱が起きるが、反乱の規模が大きすぎ、また、陶木の器が小さいことを理由に、長領は動かなかった。皇羽が、叔父の皇領と共に乱を起こしたことも、長領の耳には入っていたが、こちらは、下記から遠すぎる。皇籍のことに従い、 西へと向かう途中で、配送中の劉邦を率いる軍と出会う。功績が劉邦の器を愚かな劉と見抜いたこともあり、長領は劉邦の下に着くことを決意する。弱兵揃いの劉邦軍を精鋭にするため、長領は、旧機と半界を争わせ、旧機にわざと倒れさせて、半界を優勝として、兵たちの指揮を上げた。実在の人物については、カテゴリー、 疎官戦争の人物も参照のこと、ありがとうございます。